皆さんこんにちは。アソビウス会による骨で考えるボイストレーニング講座、ボイトレビュースへようこそ。この番組ではですね、私カイが誰でも歌が上手くなれることを目指して、アソビウス流のボイストレーニングをお教えしていきたいと思います。ボリューム5のテーマは、高い声を出すにはです。前回はですね、美しいアカサタナをテーマにですね、美しいアですねの響きのまま五十音すべてを読めるようになりましょうという内容でした。今回はですね、いよいよ皆さんが悩みがちな高い声の出し方についてお話ししていきます。ちょっとですね、長くなってしまったので、裏声はですね、ちょっと次回の方に分けていきたいと思います。これもですね、今までのレッスン内容をしっかり押さえていないとうまくいきませんので、焦らずにですね、まだできないうちはですね、バックナンバーを見て一つずつクリアしていってみてください。高い声をですね、出す時の悩みって、一生懸命頑張ってるのに、高い声に限界があるとか、喉の力がですね、なんか足りない気がするとかですね、だから喉を締め付けてしまって苦しいとかっていうのがありがちです。しかしですね、ボイトレビュースでは、肉ではなく骨で考えましょうっていうテーマにですね、やってることを今一度思い返してみましょう。するとですね、今言ったありがちな悩みっていうのはですね、全て筋肉で考えているから起きることだっていうのがわかるはずです。高い声をですね、出すということを骨で考えてみましょう。皆さんですね、リコーダーを想像してみてください。ざっくりですね、リコーダーの音っていうのは、大きな穴を指で押さえて音が出る穴を小さくするほど高い音が出るっていう仕組みになっています。ですがですね、この穴を押さえるときに、皆さんいちいちうーって思いっきり押さえたりとかしませんよね。で、高い音をですね、出すのにですね、確かに喉の音の出口っていうのは狭く小さくする必要はあるんですけれども、多くの場合はですね、この思いっきり指を押さえちゃうのと同じように、過剰な力が入ってしまっていて、もう塞がなくてもですね、いいような穴を塞いでしまっているようなイメージでいてください。つまりですね、その音が出るのに必要な形、骨の形さえ整っていれば、高い音っていうのも勝手に出るということなんですね。では高い声を出すにはどうしたらいいのか。もちろんですね、自分が出せる限界を出し続けて出し続けて鍛えろなんていうつもりは全くありません。前にですね、お教えした綺麗なえーっていうのありますよね。皆さんですね、あれをやるときって自分がやりやすい楽な音程音でやってると思います。それでいいです。それがいいんですね。で、あのえーっていうのを出しながら形は一切変えない、滑らかに音だけ徐々にグイーッと高くするだけ、えーっていう感じですね。もちろんこの時ですね、声が淡くなってしまって、いわゆる裏声みたいな風な音になってしまったりとかですね、しないように、空気をなるべく吐かずにくっきりした音だけで出すようにしましょう。もちろんですね、この時力が入って、なんかちょっと高くする時苦しくなってきたなって思ったら、それもアウトです。もう一度最初から。慣れてくるとですね、そっちの方がですね、簡単というかね、早い方もあるんですけれども、いわゆるタララ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 ラみたいなですね、階段状にしてしまうとですね、どうしてもですね、その無意識のうちに音を変えるぞっていう風に思っちゃうんですね。その階段と階段の切れ目のところでですね、形がガクって変わっちゃうんですよ。なので、そういう風にですね、やってもう意なんかちょっと感覚がつかめないよりかは、楽にいい音が出てる状態のままですね、音をグイーッと上げて、形を変えずに徐々にですね、さらに高い音が出せるっていう感覚をですね、少しずつ慣れ親しんでいくっていう方がいいと思います。またですね、音っていうのはですね、高くなるほどこうやって響く角度っていうのがだんだん上がっていくんですね。で、割と早い段階でもう斜め後ろの方になっちゃいます、音の向きが。で、これに逆らわずに、自分のですね、頭蓋骨の形は変えないんだけれども、道を譲るイメージ、逆らわないでね。で、音の向きはこういう風にこっちに行ってるのに、喉の向きこっちの方に力を引っ張ってるっていうようなですね、差が大きくなるから苦しくなるんですね。だからこれに逆らわない。
なので、まあ、自分が歌いたい曲のですね、歌いたい部分、まあ、サビとかですよね、まあ、ピンポイントで同じ文字と高さでですね、そのロングトーンでウィーってやりながら持ち上げていって同じ高さまで合わせていくとですね、まあ、だいぶイメージがつかみやすいんじゃないかなと思います。じゃないみたいな感じですね。ということで今回のボイトレビュースはここまでです。次回はですね、裏声を出すコツを解説していきます。面白かった、続きが見たいと思った方はぜひフォースプレイスプレミアムへの会員登録をお願いいたします。またですね、番組へのですね、歌のお悩み相談やリクエスト、メッセージなどもお待ちしております。それではですね、ボイトレビュースボリューム5、高い声を出すには、ご視聴ありがとうございました。また次回ですね、お会いいたしましょう。ではまた。